なるほど、いいっぱいあるりいでも私はあの中学校で普通のそのまま行くんじゃなくて受験して行ったんですけどそこの学校はあの県立だったんでお弁当制だったんですよ。うん、うわ、大変,そう大変給食じゃなくでまずそこでお母さん毎日作んないといけないっていう大変ポイントで謝りたいのと。うんうん そのお弁当も、やっぱ内容が、まあ三年間続くと、ちょくちょくやっぱリクエストを追加するわけですよ。あーこれ食べたいなみたいな。そうそうそう、野菜を入れないでほしい、食べ盛りだから。なんか、スタミナつく系の。みたいなそう、ご飯じゃなくて、ご飯を入れるなら、デザートとおかずにしてほしいって言い出して。あ、うん、ーなる,なるほど、なるほど。結果、もうほとんど茶色になっちゃって、<laughs> 弁当が。<laughs> 唐揚げとか。そう、唐揚げ、ハンバーグ。 茶色いな。そうだからそれはなんか <laughs> うん、うん、お母さんとしたなんか大変なっただろうなと思う。その茶色いおかずなんてないからいか、茶色おかずメインで<う>メインというかもう副菜も全部茶色,かほとんど茶色だから。 今だったらないけど、ちょっとリクエストしすぎたなと思って、申し訳ない。でも、そういうのって後から気づきますよね。そう。私もなんかこっちに、東京に出てきてから、うん、あの、福岡住んでた時に。毎日起こしてもらってたし。<ー>なんか送り迎えとかも、してくれてた時あってうん、うん。あ、そう。そうですよね。よ通ってたから、うん。だから。なんか。しかも仕事しながら、それをこなしてたって。うんうん うち共働きなんですけど、うん、お父さんもお母さんも家事手伝いながらやってて今考えるとはもうちょっとなんか洗濯たたんだりとか風呂掃除したりとかみたいな <laughs> い<ー>細かい手伝いはやっといた方が良かったなって後悔してます。私私もお父さんがが綺麗好きだから、うん、私がやると っていう<ー>そういう理由に過去をつけてやったことなかったですわ、うん、<laughs> かるななやったことなかった勉強忙しいから的なそう頑張る学校忙しいからみたいなうんもう仕事の方が全然大変だったなって <laughs> あの時の方が時間あったなってそうですね 嬉しかったもの私おクリスマスにお父さんとお母さんからもらうことはなかったかもしれないですえっとごめんなさいそれはあのサンタを信じてる系のあれのあれですかそうですけどなんか直接じゃなくて一応サンタにっていうあそうですよねでしたどっちでしたでしたよね白いおひげのおじさんですよね白いおひげのおじさんに何をお願いするかははいい。でも私もそうでしたずっとそうですよねサンタさんにお願いして ねもらってた。その中で何が嬉しかったってことでいいです。そうそうです。え書、私いつもあのちゃんとこう手紙に書いてそれをもらうっていう形式だったんですけど、でもなんかうのが欲しいって書いたときにあの飛び出すの、なんかボタンを押すとランダムで八枚とか、うの専用のみたいな。あれもらった時はすごく嬉しかったです。 いつもプレゼントって、うんうん、まあそのサンタさんに手紙とかでいくつか候補書きます。はいはい、それともなんか一つこれみたいな。あ私結構これでした。ああ、私だいたい十個ぐらい書く。<laughs> すごい書くじゃないですか <laughs> で。一応ランキング形式にしてて、でなんかランキング形式にしてたのに、うん、ある時八位ぐらいのが来て、<laughs> いやなんかそれはそれで嬉しいんですけど欲しいものだから。けど。 まあ8位かっていう時もあったしあ,<ー笑>、うん、あとあの小学校の2年生か3年生ぐらいの時にたまごっち流行ってなかた、うん、あでももうちょっと私ちっちゃかったえ小学校の2年生ってあそっか私だから、うん、もうちょっとちょっとした幼稚園生ぐらい、うん、の時に流行っててあ流行った私はもらった気がするそうでも流行ってるからどこも置いてなくて、うん、あでもあのサンタさんにはたまごっちが欲しいって書いてて

いはい、私は卒です。<卒>もうやっぱり私はもう学校卒業できたことが大きいんで、ね、まずこれが結構大きかったですね。まず学校の卒業の卒と、うんうん、まああのまあいろんなものを卒業していけたらなと思った卒でした。うん、なるほど。ですです。そっか自分で卒業しようと思うのがすごいですよね。うんうん、変わろうって考えたってことですもんね。そうですね。もうできました。いろいろと卒業は。 あ卒業したいっていう気持ちだけでもこれ卒だったんですけど、どまあできたかっていうと、うん、あちょっとまあまあまあ微妙ではありました。微妙ではあったけど、まあ、その一歩にはなったかなみたいな。そうそうそうです。始まりの年ですね。うん、始まり。はい、なるほどありがとうございます。私もめっちゃすぐ終わる。はい、ざん。えー、早いですね。あの、生きてきた中で、まあまだ20年しか経ってないんですけど、うんうんうん この一年が一番早かったんですよ。実感として。ええ<ー>。え、もう12月みたいな。本当に。振り返ると。まあ、その作品数とか。お仕事の数でいうと、多分今年が一番多かったんですけど。あ<ー>でも。あっという間でした。だからこそなんですかね。だからこそなんですかね。ね忙しいからこそ。そうかも。いや。時間の流れが。怖い。あ怖い,い。でもね。怖い,怖い。ねえ、<う>怖いね。 からはこんな1年ってすぐ終わっちゃうんだなって思って、うん、まあ来年はそれも感じながらね、うん、進みたいなと思いますけれども。